はいえー、それでは時間になりましたので苦手論点克服講座管理会計論の講義の方を始めていきたいなと思います、えー、担当アレックス専任講師二宮ですよろしくお願いしますはいえっと、まあ、こちら苦手論点克服講座というまあ、無料の公開講座になりましてまあ、管理会計については標準原価計算というテーマを確認していこうかなと思います 1>, まあ1時間半なのでちょっとまあやれることに限りはあるんですけれどもあのまあ標準原価計算のまあ全体的な計算の流れであったり、まあ、各論点ねちょっと整理をしていきたいなと思います、まあ、具体的にはまあ原価標準の設定から始まって基調方法であったりあとまあ再分析もいろんなパターンがあったかと思いますけども、まあ、特にまあ理解を深めておいた方がいいなと思われるところについてまあピックアップして内容の方を確認をしていこうかなと思います でこの講義は基本的にはね、ある程度標準原価計算っていうのを勉強されたことがある方を対象にしているものになりますのであの、どうしてもね、一から話をしていると、当然1時間半では終わりませんので、ちょっとある程度の知識っていうのはお持ちであることを前提に講義の方は進めていきたいなと考えています、はい、で今日はこちらのレジュメを使って講義をやっていこうと思いますので、お手元にまずご用意いただきまして。 1>, まあ1ページ目ね、開いていただきますと、まあ、こちらはまた皆さんの方で後で見といてもらえればというところではあるんですけども、まあ、過去の出題実績なんかをまとめてあります。で、まあ、担当の本試験だったら、基本的に直近6回連続して出されていますし、で、まあ、論文の試験においてもかなりね、高い頻度で出されているというところで、 まあ論文の試験だと特に総合問題まる1問という形で標準原価計算が問われるところとなりますから、まあ、来年の試験ということを考えてもまあかなり出る可能性は高いのかなと、まあ、ちょうど直近の試験で出ていないということもありますので、ねまあ、来年はかなりの確率で出るかと思いますね、はい、だからまあしっかり対策をとっておかなければいけない、まあ、最重要論点という位置づけになってくると、まあ、そう考えてくださいちなみに標準原価計算って結構 あの漠然と苦手意識とかを持ってる方とかもいたりするんですけど、まあ、割と本試験のの問題っていうのはそんななに難しくいいことが多いですそれは担当とか論文でもねどっちでも一緒で担当の本試験でもあの近年ですと基本的に問題の8番で標準原価計算の計算問題って問われるんですけど、まあ、その問題ってあんまり難しくないというか、まあ、過去の類似問題のちょっと思わずしたような問題とかも出てくることがありますし。 そこまで現場対応的な要素が求められないことが多いのでわりりかしと点取り論点取論なんですねでそれは論文の試験に関しても同じことが言えまして計算はそんなに過度に難しいものは出てこないっていうのが、まあ、特徴としてはあるのでここはしっかりとねあの得意識っていうのを持つことができれば十分皆さんの得点源にすることができるのかなと思いますので、まあ、しっかり時間を押さえてね今のうちに復習を進めていただければと思いますね。はい で次のページ、2ページ目からが具体的に、まあ、論点を取り扱っているところになりますけど、2ページがまず原価標準の設定についてですね、まあ、内容をまとめています。まあ、かなりコンパクトにまとめてあるんですけど、まあ、この子孫や減損が出てくる場合、まあ、原価標準の設定の仕方として、第一報と呼ばれる方法と、 第二法と呼ばれる方法があったと、まあ第一法っていうのはこれは物量標準の中に資損や減損の余裕分を含ませていくっていうやり方だったと、まあ第二法っていうのはこれは資損次期や減損費完成品単位あたりが負担すべき金額を別立て表示するっていうやり方でしたね、はい、まあそれぞれ資損や減損の発生点との関係で、まあこういうふうに標準原価カードを作りますよっていうのをまとめてあります。 で一番上にその子孫や減損が出ない場合のまず標準原価カードを掲載していましてでこの2行目のところが視点で10%正常資損率10%で子孫が発生する場合で3つ目が終点で10%発生する場合で最後が途中点で10%発生する場合っていうのを取り扱っていますでも皆さんが確認しておくべきものはこの途中点発生 まあこれができれば基本的にはどのパターンでも対応することができるので途中点で子孫や減損が出てくるようなケースにおいて標準原価カードをどう作るのかというところですねここをまあ確認しておけばどのパターンでも対応できるかなと思いますまあ一応軽く見ておきたいと思うんですけどもうできる方も多いのかなと思うんですが まあこの一番上の標準原価カードに正常子損率10%を前提として子損自費っていうのを織り込んでいくとまあ工程の50%時点で子損が出ますよという状況なんでまあ一気に計算できる方はねもう一気に計算してもらったらいいですしまあある程度こういう具体的な数字があった方が分かりやすいって方はね具体的に数字を作ってもらっても結構ですしこの辺はもうやり方人によるのかなと思うんですけど まあ正常な試損率が10%で工程の50%時点で試損が出るという状況なので、まあ、簡単に自分で数字設定してあげて、まあ、完成品10個作ったときに試損が1個出ますよというこういった基本的な状況を想定してあげれば、まあ、標準原価カードも作りやすいですね。まあ、完成品10個作ったときに試損っていうのが1個出ますよと。 でそれぞれぞ1個作るのに 10kg の材料を標準的に必要とするっていう設定を置いていますから、まあ、完成品100個だったら 100kg ですねで子孫1個に対しても 10kg の材料が投下されるわけですから、まあ、合計1 1 0キロの原材料を投入することによって、まあ、完成品10個を作ることができますよと。 1>, まあ子孫1個は、ね、完成品10個作る過程ではこれは必ず生じるものになりますので、まあ、完成品10個作る上で1 1 0キロの材料を標準的に必要とするんだと、まあ、そう読み取っていただくと1 1 0キロ割ることの10個で1個あたりは1 1キロの材料を、ね、標準的に必要とするんだとこの物量標準の中に子孫の余裕分を含ませれば1 1キロという標準消費量を表すことができますね。まあ、これが第一報ですねはい まあ作業時間についてももう同じですね。工程の視点から終点にかけて加工作業を施せば標準的に2時間かかるわけですから、まあ、完成品10個だったらこれは20時間作業時間としては必要とされると50%地点だったらこれは1時間ってことになりますね2時間かけることの50%で1時間とだから合計 21時間の作業時間を標準的に必要とすると、まあ、これを完成品10個で割り算すれば2.1時間っていうのが完成品1個作る上で必要な標準的な作業時間として求まりますよと、まあ、これで第一報の原価標準っていうのを設定することができましたよということで、まあ、具体的なこういう数字設定に基づいて回答していけばあの間違いが起こらないのかなと思います。はい 第2法はもっとこれよりもやりやすいのかなと思うんですけど、まあ、第2法はこの50%時点の子孫時品1個の金額を求めてあげてそれを完成品10個で割り算すればいいだけなんで普通に子孫時品1個の評価をするにあたっては月末仕掛か,かり品の評価と同じ要領で計算ができますので、まあ、この子孫1個の直接材料費が1個あたり5000円と。 で直接労務費と製造・間接費を合わせれば1個あたりは5,000円ってことになりますんで,円です、ね、まあ計算は大丈夫かと思いますけど月末仕掛か,かり品の評価と同じ要領で計算を進めて頂ければいいですね。 これで7500円というのが、まあ、子孫慈悲の金額ということになりますので完成品10個作ったときに子孫慈悲が7500円発生するので1個あたりは750円負担すべきであると、まあ、これを標準原価カードの中に折り込んだのが第2法と呼ばれるやり方になりますね、はいまあ、非常に基本的な内容ではあるんですけれども この途中点発生ねしっかりと対応できるように準備をしてください。まあ、本試験ではね終点発生がかなり割合としては多いんですけども時々、途中点発生も問われることがあるんでねたまにやるとあのうっかり間違えてしまうという方もいらっしゃいますのでここは気をつけておいてください。でこの2ページの一番下にもう1個ね追加の論点を載せてあるんですけどこれ 例和一1年のね論文の試験で出されたものになりまして子孫が安定発生するいいうそういうそ前提に立った問題です、ね、まあなぜかね原損ではなくて子孫だったんですけどまあ子孫っていっても評価額がないんでまあ原損と同じように捉えてもらえればいいんですがちょっとこちらね見ていきたいと思いますけどこの工程の視点で1キロ当たり2,000円の材料を5キロ投入して これを加工することによって4キロの完成品が出来上がると支店から終点にかけて子孫が安定発生していて支店投入量の20%が標準的に子孫となりますよと、まあ、5キロのうち1キロが子孫になるわけですから、まあ、20%が標準的な子孫率ということになります。でまた支店投入量5キロを終点まで加工するにあたって、まあ、9時間の作業時間っていうのを要すると。 第2法で標準原価カードを作る場合は、まあ、どのように作っていくのかっていうのがこのテーマになってくるわけですけどまあとりあえずこの第1法の場合だと1キロ2 0 0 0円の原材料を 5kg 完成品 4kg 作る上では投入する必要性があるとまたこの 4kg の完成品を作るのに 1>, 1時間あたり1,000円の加工費の配布率で9時間の作業時間を要するということが問題文に書かれている状況なんですねだから第一法の標準原価カードはは作るのは何も難しくない。まあ、これは花からら与えっていうのが花から与えられていてこれを第二法の標準原価カードに直してあげると、まあ、それはどうやったら直せるのかというところなんですけど まあ第2法っていうのは一旦この理想標準っていうのを設定する必要性がありましたんで完成品 4kg の子孫が全く出ない場合の標準原価っていうのを一旦表してあげる必要性があるんですがとりあえず状況整理をねしていただきますとこれまあ安定発生そのものね切ってしまっている方にはちょっとつらいテーマではあるんですが。 この原価標準の設定ができないと総合問題とかだと致命傷になる可能性があるんでねこれはなんとか対応できるようにしていただきたいなとは思うんですが。 まあ、工程の視点で5キロの原材料を投入してこれをまあ終点まで加工作業を施せば、まあ、途中で1キロの減損っていうのが発生すると。で安定発生なんで、まあ、徐々に徐々に加工作業とともにこうやって目減りしていくんですよね。徐々に目減りしていって最終的に4キロになってると。 この4キロと減損となった1キロですね、まあ、これを区分把握してあげて4キロ部分と減損となったこの三角形の部分1キロ部分ですね、まあ、区分把握した上で、まあ、状況整理をしていかないといけないと。 原材料5キロ投下して完成品4キロ作るのにこれ全体で9時間の作業時間が必要になっていると全体時時間間でですね9時間でとりあえず一旦この原損とかね子孫とかっていうのは一切関係なくこの4キロの純粋な金額 4キロの純粋な標準原価っていうのを求めてあげる必要性がありまして、まあ、それがまずこの第2法の標準原価カードの、まあ、小計欄の1万6,000円っていう金額になりますね。この4キロを作るのに1キロあたり2,000円の材料かけることの4キロで8,000円が直接材料費で加工費についてはねこれは4キロを作るのに何時間かかるのかっていうのを考えてあげたときに この9時間っていう数値は原損に対する足っに対する加工の時間っていうのも含んだものになりましてこのまあそれぞれ長方形と三角形の面積が換算量を表してるわけですけど換算量ですねこの長方形部分が完成品の数量ですね完成品に対しては完成品4キロ相当の加工作業っていうのが行われていますよと。 で上の三角形の子孫の部分、これは初め1キロあったものが最終的にゼロになっていくので、まあ、間を取ったら0.5キロに対して支点から終点にかけて加工作業を施したと考えることができますから、まあ、この換算量はキロとと表すすことができますね、まあ、子孫となった1キロ部分の加工換算量は0.5キロ。 まあ三角形の面積計算をしてもらったらいいですね。1キロかける100かけけるる分の1ですね、まあ、したがって完成品4キロ作るためにはこの4 5キロ分の加工作業っていうのを施してあげなければいけないんだと、まあ、減損の分も含めて完成品4 5キロ分の加工作業をする必要性があって、まあ、それに対して9時間の作業時間を標準的に必要としているという話なんで。 まあ9時間割ることのキロですねこれで純粋な1キロあたりの加工の時間として2時間っていうのを求めることができると2時間と。まあ、結構当時の受験生ここの計算ができなかったっていう方が多かったんですね。 純粋に材料を支点で投入して終点まで加工するのに2時間の作業時間っていうのがかかるんだとだから完成品4キロだったら2時間× 4キロの8時間標準的に作業時間としてかかりますよというのがこの第2法の標準原価カードに記載されていくんですねであとは完成品 1> 1キロあたりあ4キロあたりが負担する子孫自費の金額ですね、完成品4キロあたりが負担する子孫自費の金額っていうのをまあ求めていくわけですが、これは3000円っていう数値が出てきていますけど、まあ、この状況整理さえできていれば対応できるのかなと思いますけど、完成品4キロ作るときに原損は1キロ、まずかかってるわけですから、まあ、この1キロ分ですね、原材料、単価2000円かけることの1キロと。 でプラス原損に対して先ほど計算したとおりね完成品 0.5kg 分の加工作業を施していて、まあ、時間に換算すると1時間ですね1時間。完成品 4kg に対して8時間作業していて原損の 1kg に対しては、0. あ1時間分の作業時間っていうのが投じられていると考えられますから単価1000円かけることの1時間と。 まあ減損1キロに対する作業時間としては 1, 1時間ですよと。まあ、これで完成品4キロあたりが負担する子孫時費3,000円っていうのを求めることができるというね、まあ、ちょっと難しいテーマですねここはね。はいまあ、減損の安定発生がねちゃんと分かっている方であれば、まあ、対応することはできるのかなとは思うんですけど。 安定発生苦手な方にととっってははちょっときつい論点ではありますね、まあ、この機会にぜひねちょっと見直しをしてみてください。担当だとまだ出たこともないですね、ここは。まあ、以上がね、こちら原価標準の設定に関する話ということで。で、次の今度3ページ目、移っていきたいと思いますけど。今度は 方法にについいててこちら過去に出題されたものをままとめています、まあ、一応、出題されていないものも含まれていますけれども、まあ、とりあえず、まず1、シングルプランというのがありますが、まあ、これもいくつか種類があって、受け入れ価格債を把握するタイプと把握しないタイプですね。で、一番典型的なものが、この1番の1。 受け入れ価格債を把握しないタイプのシングルプランですね。普段皆さんがやっているシングルプランによる基調方法っていうのをまとめています。まあ、ここは大丈夫かなと。で、ちょっとイレギュラーなケースがこっちの受け入れ価格債を把握するタイプのシングルプランということで。この材料の購入原価を計算するときに、まあ、標準単価かける実際の購入数量ですね。これで計算をしていくと。 材料勘定の借り方に標準単価に基づいた購入原価を計算して記帳していくと。でこれで受け入れ価格債っていうのを把握しておいてそのまま期末になったときに受け入れ価格債を払い出したかと期末の有高に対して配布をしていくっていうそういった原価債の処理を行うこともありますしあるいはもう少しイレギュラーなケースだとこの受け入れ価格債を 消費価格債に振り返るっていうこういうケースもありますね。期中計算された受け入れ価格債を材料を使われるたびに消費価格債勘定の方に振り返っておくと、まあ、そうすれば期末になったときに受け入れ価格債の残高っていうのがあの何を表しているかっていうとこれ期末材料に対する受け入れ価格債を表しているということになりますんでね。 まあ期末になって受け入れ価格債の追加配布っていうのが必要なくなるんで期中めんどくさいんですけど一旦消費価格債勘定の方に振り替えを行っていく、まあ、こういう手続きを取る場合があると、はい、まあ別にそこの趣旨はねどうだっていいんですけど、まあ、計算問題でそういう振り替えをねつどつ度やらせるような問題が出てくることもありえますよと、まあ、そのことはちょっとねパターンとして押さえておいてくださいで次の括弧に パーシャルプラン。一番はもういつも見ているパーシャルプランですね。仕掛かり品勘定の当月の製造費用、実際の製造費用っていうのを記載していくと。で、例外パターン。これも、材料受け入れ価格債を把握するタイプのパーシャルプランっていうのがあって、購入原価を計算するときにこの SP×AQ と、標準単価に実際の購入数量を掛け算した金額を材料勘定の借り方に記載して、 でこの材料勘定の借り方標準単価で記録を取れば材料勘定をすべてねこれ標準単価で記載することになるのでこの仕掛かり品勘定に振り替えられていく金額も s p る a q という形で標準単価に実際の消費量を掛け算した直接材料費が仕掛かり品勘定へ振り替えられていきますよと、はい、だからこの場合はね修正パーシャルプランと同じように材料勘定の方でこういった あ仕掛かり品勘定よりも前のところで価格面の差異が把握され、仕掛かり品勘定では単価面の差異というのは把握されませんよと、まあ、こういうちょっとイレギュラーなケースもあると、まあ、これが例外パターンですね、パーシャルプランの。で、次の修正パーシャル、これは製造直接費に関して、 標準単価かけることの実際の消費量あるいは標準賃率かけることの実際の作業時間を掛け算した直接材料費や直接労務費を仕掛かり品管理に振り替えていくというやり方でしたけれども、まあ、これの例外パターンっていうのも押さえていただきたいんですね平成26年とあと令和2年の第2回ですね直近の試験でもこの基調っていうのが問われていましたけれども この例外パターンというのは直接材料を購入時にやはりねこの受け入れ価格債を把握しているんですけれどもただちょっとややこしいのがこの問題の冒頭の文章で直接材料についてのみ購入時に受け入れ価格債を把握するそういう修正パーシャルプランだという指示が出てきていたんですね。 直接材料についてのみ買ってきたときに受け入れ価格債を把握する修正パーシャルプランであくまでも直接材料についてのみね標準単価かける実際の消費量で仕掛か,かり品勘定へ振り替えていきましょうっていうそういったニュアンスの指示になってくるんでこの直接労務費については実際の陳率に 実際の作業時間を乗じた直接労務費が仕掛かり金勘定に記載されることになりますね。こ、うんはい、これちょっとややこししいいんでねね注意してください、ねまあ、修正パーシャルプランだとね普通はここは標準賃率に実際の作業時間を掛け算したものを記録取るわけですけど。 この例外パターンでは実際の陳列に実際の作業時間乗じた直接労務費がここに記載されることになるので、まあ、ちょっとイレギュラーなケースなんですね、はい。結構引っかかりやすいところになりますから過去に2度ねこういった基調方法を問われているのでまた論文とかでもこういったものが問われてもおかしくないかなと思いますから、まあ、そこは臨機応変に対応できるように、まあ、こういったやり方もあるんだってことを覚えておいてください。 まあ以上がちょっと細かいんですけどもこちら、基調方法についてのお話とで次の4ページからが原価債の分析についての話でこれ実際に過去に論文の試験で出されたことのある問題なんですけれども結構難しいですね、初見だと。あの 第一工程から第3工程まであって最終的な第3工程完成品の原価標準っていうのを設定する問題なんですけども、まあ、工程ごとに、まあ、製品1個作るのにいくらのコストかかるのかっていうのが書かれていて、まあ、それを集計していくような問題なんですがちょっと冒頭の文章ですね上から2行目のところ具体的に今回問われている状況をね確認していきたいと思うんですけど。 第一工程で製造した自部品この第一工程で自生部品っていうのを作ってますと、まあ、会社の中で、まあ、その製品製造に必要な部品の製造をやっていて自生部品 A1 っていうのを作ってこれを外注加工に出していくと自生部品 A1 っていうのを作って外注の,その下請け業者の方に加工依頼を出していくとそして加工が終わった部品っていうのが 第2工程において追加加工をなされて自生部品 A2 っていうのが作られていくとちょっとややこしいんですけどね第1工程で A1 作って外注加工に出してそして戻ってきた部品に対して第2工程で加工を施して自生部品 A2 っていうのを作っていくそして第3工程でこの自生部品 A2 を2個と。 外部から買ってきた部品 B を1個投入して製品が出来上がっていくっていう、そういう状況なんですね。かなりややこしいです。で、さらに状況を複雑にしているのがこの直以降なんですけど、第一工程終点で子孫が出ていて、正常な子孫率は第一工程完成品の5%で、最終完成品のみに正常なじ正,正常子孫時期を負担させましょうということで、 まあ第一工程の終点で子孫が生じていてその正常子孫時費を完成品のみに負担させるという計算が求められていると。でとりあえず各工程ごとのこういった標準原価カードが示されていて第一工程では材料 αβ 直接労務費製造間接費全部合わせて6,200円っていうのが まあこの自製部品 A1 の,、まあの金額ですね A1 でここにまたさらに外注加工工程で1個当たり800円の外注加工賃がかかりますとでさらには第2工程の追加の加工作業っていうのが行われるのでこの6200円足す800円足す700円の合計7700円っていうのがこの丸の5番 自製部品 A2 の原価標準として計算できます、はい、第2工程の完成品というかこれが自製部品 A2 を表しているので第1工程から第2工程までのコストを全部集計してもらうと円という金額になりますでこの自製部品 A2 を第3工程で2個標準的に投入することになるので一番下の六番7700円かけることの2個で これに関する原価標準が1万5400円そして第三工程のもろもろのコスト丸の4番に示されてますけどこの1900円っていうのが1個当たりの第三工程の、まあ、加工費とか材料費の金額ってことになりますんでこの1900円を含めて1万7300円っていうのが理想標準の値として求まると。でこの数値に。 第一工程の子孫慈悲っていうところを加えていくことになるんですけど先ほど5%ね第一工程の終点で子孫が出るっていう話がありましたのでこの6200円っていう第一工程の原価標準に対して5%を掛け算しさらにこの2個分ですねこれ結構忘れがちと2個分この自製部品 A1 っていうのは結局2個ね使われるわけですから自製部品 A1 っていうのは A2 を作る上で2個使われていくわけですから、まあ、完成品1個が負担すべきこの正常損じ費っていうのは、まあ、2個分ね負担しないとおかしいとこの6200円に対して5%掛け算すると。 これは310円とこの自製部品を1個作ったときに310円の正常な子孫時期がかかるというふうに考えられるわけですけどこの自製部品をあくまでも2個使ってね第三工程において加工作業が施されるわけですから。 三百十円の二個分で六百二十円っていうのが完成品一個あたりが負担する正常子孫時期ってことになります。ここはかなりややこしいところではあるんですけども。まあ、自製部品は二個使われるんだっていう前提で計算をしていかなければいけないと。まあ、これで原価標準一万七千九百二十円って求まるんですけど。これ、まあ、当時の受験生もね、かなりここの計算で、ね、間違えた方が多かったのかなと思いますね。はい 現実的に結構合わせるのは難しいいかと思まます、まあ状況が複雑なんでね。で次のページにさらにねちょっとややこしい再分析をまとめてあるんですけどもこれはね担当とかでも問われる可能性は あるのかなと思うんですが昔まあ日照簿記の1級とかでこういう、ね、あの再分析をやらせる問題が出てきたことがありまして、まあ、いずれどっかのタイミングで出てきてもおかしくないかなと思うんですけどちょっと数字の設定ね一番上の四角で囲われているところを見ていただくと第一工程で製造する次性部品は材料アルファを標準的に1 0キロ投入してこれに加工を施すことによってまあ完成品が出来上がっていきますよと。 で第二工程では自製部品を標準的に2個投入しこれに加工を施すことで製品が1個完成する。で今自製部品は100個製品は40個作られていて自製部品作るための材料アルファの実際消費量は1 1 0 0キロであるというこういう状況です。でこの時ねこの自製部品に関するこの第1工程の再分析と。 でこの完成品作るときの第2工程の再分析というのをやっていくことになるんですけれども何が、ね、あのポイントになってくるのかというとこれまあやってはいけない計算というのが1つありまして、まあ、それをちょっと確認するために簡単な数字設定であの説明をしているところなんですけどちょっと真下の文章を見てもらうとこの場合第2工程における自製部品の標準消費量これは、 完成品40個作ったわけですから40個作るためには自製部品が標準的に2個必要なんで80個っていうふうに自製部品の標準消費量を求めることができこれを第一工程における材料アルファの標準消費量算定の基礎とするっていう計算はよくないと書いてるんですねちょっとここマーカーでチェック入れといてほしいんですけど、まあ、ここの一文ですね ちょっと混乱しやすい話なんですがこの第2工程の最終的な完成品40個に対する標準的な自製部品の消費量は80個で,でこの80個を基準に第1工程におけるね材料アルファの 標準的なな消費量を算定するのは良くないんだと言ってるんですねこの80個に対して自生部品を1個作るのに材料アルファは標準的に1 0キロの材料を必要とするんで80個 ×10kg で8 0 0キロっていうのを第一工程の標準消費量としてこれと実際の消費量 1,100kg とを比べてマイナス 300kg の数量債を計算するっていうのはこれはやってはいけないんだと言ってるんですね。 でなんでやってはいけないかっていうと第一工程における材料アルファのこの消費量サインの中に管理不能な第二工程のぶどまりの量費の影響が混入するんだとこれ第二工程ではね自製部品100個を投入して40個の完成品しか出来上がってないんですよ本来100個の自製部品入れればね 完成品1個作るのに2個の自製部品で済むわけですから50個作られてないとおかしいんですね製品がでも40個しかできていないということはその分子孫次品が出てしまったんだってことがわかるんですねまあ子孫次品が10個出てますよとこの第二工程では子孫が10個と子孫10個と完成品40個が出来上がっている状況なんですね で先ほどのようなこの完成品40個ベースで第一工程の材料アルファの標準消費量を計算してしまうとこの子孫10個分の責任が第一工程の責任となってしまうんだよと言ってるんですねちょっとと混乱しやすすいところなんででけどももあくまでもね。 この子孫10個っていうのは当然第2工程が責任を取らなければいけないものになりますから第1工程の材料アルファの標準消費量を計算するときにはこの第2工程に振り替えられていった100個をベースにしていかなければいけないんだと。自製部品100個を振り返っていって1個あたりの材料の標準的な消費量1 0キロですから1 0かける1 0 0個これで1 0 0 0キロという標準消費量が求まり そこから実際の消費量1100キロをさっぴいたマイナス100キロがあくまでも第一工程の責任となる災難だと言ってるんですね第二工程で生じる子孫10個分これに対する消費量っていうのはあくまでも第二工程が責任を取りましょうとまあそういったことをねここでは言っているんですけど これはねちょっと表し方の問題もありましてちょっとややこしいところではあるんですけども次のこの括弧3番のようなこういう表し方をすることがあるんですね再分析をするときにここの原材料の消費量の再っていうのは3 0 0ロの振り再なんですよね結局材料アルファっていうのは標準的には8 0 0ロで。 で実際には1100キロですから300キロの不利債が出ていてこの300キロの内訳として自生部品の消費量債っていうふうにまあ表していく、まあ、これ第2工程の責任ということになりますけど自生部品の消費量債200キロと原材料の消費量債100キロっていうふうにそれぞれ第2工程と第1工程の責任っていうのを明らかにしていく、まあ、こういう計算をやっていくことがありますと。 まあ、自製部品について、ね、要は20 20個個分分。無駄遣いしてるんですよね20個分、完成品40個なんで、自製部品標準的に80個使うはずなんですけど、100個実際に投入してるわけですから、20個分自製部品を無駄に使っていて、それは材料アルファで換算すると2 0 0キロ相当だということになります、2 0 0キロ相当。 これはあくまでも第二工程の責任ですね第二工程の責任そして第一工程の責任としてこの100キロの材料アルファの、まあ、純粋なこれはブドマリの量費によって発生しているわけですけど、まあ、ブドマリが悪化したことによって100キロの無駄遣いが生じましたよというこの部分を原材料の消費量差異という形で表していくと。 ちょっとね、この自製部品が出てくるケースが複雑なんですけど、まあ、できるだけこういう簡単な数字設定に基づいて内容の確認をしていただくといいのかなと思います。はいまあ、どちらかというと、論文対策っていう感じになりますかね、ここの話は。で、ここまではちょっとマニアックな内容なんですけど、 次の6ページからはかなり典型度の高い内容になってきます。もう実際の担当とか論文でも過去何度も出ているところですね。異常子孫時期の計算ということでまあもうおなじみの話なのかなと思うんですけど。 資損、まあ、っていうのが工程の特定の地点で生じていて、まあ、その特定の地点を何個の良品が通過したのかっていう観点から正常,損じ正常損じ品の数を求めてそこから異常損じ品の数を算定していくっていう、まあ、いつも皆さんがやってる計算ですね。でちょっと数字設定を見ていきますと正常損率は検査点を通過した良品に対して10%で。 当月の生産データは月初が500、当月が2,000個で合計2,500個で子孫が280個月末が700個完成品1,520個というこういった生産データが示されていると。で確認をしていきたいのはもう正常子孫の数と異常子孫の数ですねこの辺の計算ができるかどうかですけどこの月初仕掛か,かり品の加工進捗度が今、ハテナになっていて。 ここを軸にね計算のやり方2パターン確認してほしいんですけど括弧1番が月初の進捗度20%の場合括弧2番が月初の進捗度80%の場合ですね。でまず月初仕掛か,かり品が加工進捗度20%ということは。 これ、数直線上に生産データをまとめてありますけれども、まあ、月初仕掛かり品500個が、まあ、当月加工作業を施されていって完成品になっていく過程で子孫の発生点50%っていうのを通過しているとまた当月に材料を投入して当月に完成品になったものやあるいは月末仕掛かり品についても50%時点を通過しているということになりますから。 この子孫の発生点を通過した良品の数としては完成品1,520個と月末700個の合計2,222 22個というのが求まります。でこの2,222 22個に対して10%の正常子孫率を乗じてあげたものが222個の正常子孫次品の数になりこれを 異常子孫の実際の子孫の数からマイナスしていけば異常子孫のの数量58個っていうのを計算することができます、ねまあ結局この数の計算さえできればね異常損時期の計算とかあるいは、まあ、その計算結果をねシングルプランとかパーシャルプランとかに基づいて記帳していくっていうのは手続きとしては難しくないかなと思いますんでねもう数の計算っていうところができれば、まあ、回答できたも同然かなというところです。はい この1番は月初の進捗度が20%で月初しかかり完成品も50%時点を通過することを前提にしていたんですけど次の2番は月初が80%時点からスタートってことになりますんでこの場合っていうのは当月残り20%の加工を施せば完成品になるわけですから当月においては 50%の子孫の発生点を通過していないことがこの図形から、ね、明らかとなりますので月初仕掛か,かり完成品は当月50%時点を通過していないのであくまでも当月投入完成品と月末仕掛か,かり品この合計1020個と500個の合計の1520個が50%時点を通過した量品の数であると。 でここに10%正常損率掛け算すればすいません、ちょっと数間違えてますね、ここが152個ですね、すいません、すいません月末がんあこっちが間違えてますね、すいません、月末がこっちが700個ですね。 こちらが700個ですね。すみません。上は合ってますね。1,720個で、月末仕掛か,かり品の数が700個で、量品をあ通過した量品の数が1,720個ですね。だから上は上の数字合ってますね。ここは172個で合ってますね。すみません。ちょっとここだけ訂正をお願いします。 まあ、いずれにしても月書しかかり完成品から子孫が出てるか出てないかっていうところを確認したいだけの話になりますんでね、まあ、そこが争点になることが分かっていれば大丈夫ですねはい、まあ、以上がこちら正常子孫の数とかあるいは異常損事期の計算に関するお話ですねで次のところ今度7ページ目 まあ今度、投入量ベースの正常損率っていうことで、まあ、一般的に正常損率っていうと、まあ、こういった良品の数に対して正常損の割合ですね、それを表したものが正常損率なんですが、まあ、投入量ベースで正常損率が与えられる場合がありますよと。で、この場合は、その良品ベースに直してあげる必要性があるんですけれども、まあ、これも数字例見ていただくと、まあ、正常損率は、 当月投入量に対して10であるとで当月の生産データっていうのは、まあ、これ2100個投入していて子孫が300個完成品が1800個という状態ですね。でこの時標準原価計算を採用しているのか実際原価計算を採用しているかによって正常子孫の数の計算の仕方が変わってくるんですけどこの2番の 実際原価計算っていうのを採用している場合ですと普通に2100個の当月投入に対して正常な子孫率10%を乗じた210個っていうのが正常子孫治品の数量ということになりますかけること2 1 0 0の1 0の210個で実際の子孫300個から210個を差っ引いた90個が異常子孫の数量というふうに求めるとでこの計算が あのまあ、令和1年の第1回の本試験において担当の本試験で出されていましたねはいまあ滅多に出てくることはないなと思うんですけども、まあ、こういう計算をやる場合もありますとただ基本的に標準原価計算だとこういう計算をやらないと、まあ、この計算をやると何が問題かっていうとこの完成品の数が変わらなくても子孫次品の数が増えれば増えるほど 正常なな子孫の数も増えるっていうう計算になっちゃうんですよね完成品が今1,800個ですけどこれが1,800個のままで純粋に子孫自品の数だけが増えて子孫自品が500個になった場合凍結投入っていうのはこれ2,300個ってことになりますけどこの2,300個に今度は10%を乗じて230個が正常な子孫っていう計算になってしまいますからまあそれはおかしいだろうと。 子孫の数が増えれば増えるほど正常な子孫の数も増えていくっていうのはこれ計算上おかしいのであくまでも正常子孫っていうのはこれは良品を作る過程で発生するものだって考えられていますので良品の数ベースで計算をしていかないとまあ理論上おかしいんだとだから標準原価計算ではね、そういった製品との関係で標準的な投入量と算出量の関係っていうのを捉えていきますので この良品1,800個を基準に考えて正常な子孫の数が何個なのかっていうのを求めていくと。で投入量に対して10%ってことは10個投入して9個が良品で1個が正常な子孫自品になるっていう状況を表しているわけですから、まあ、良品が9個で子孫自品が1個だったら9分の1っていうふうに子孫率を捉えることができますんで。 完成品1,800個に9分の1っていう正常子孫率を乗じて200個っていうのが正常子孫の数として求まりますよと、まあ、ここの計算をね確認していただければなと思いますね。はいまあ、投入量ベースの正常な子孫率をまあ良品ベースに換算するっていう一手間加えてあげる必要性がありますよと。 まあ標準原価計算ではこういう、ね、変換を行った上で正常損の数の計算というのを行ってくださいで今度8ページ目、まあ、子孫債減損債の計算というのを見ていきたいと思いますけど、まあ、子孫債減損債の計算ですね まあ、子孫債とか減損債っていうのはこれは異常な子孫とか異常な幻損にかかった製造原価を表しているわけですけども、まあ、これも具体的な数字を見ながら確認していきますとこの完成品1個作るのに2 1キロ当たり200円の材料を 10kg 標準的に投入しますよとで正常な子孫率は良品に対して10%で当月の生産データとして完成品が50個 自品が10個で仕掛かり品はないと。で実際の材料の消費量が6 6 5キロであったというこの状況において具体的なこの数量債の計算方法としてこの2パターンがありますよと。この1つは子孫債って呼ばれるものを把握するタイプともう1つは子孫債って呼ばれるものを把握せずに異常子孫自費という形で その金額を求めていく場合ですね子孫債を把握するパターンと子孫債を把握しないパターンというのがありますと、まあ、これはどちらが、ね、回答として求められているのか、まあ、臨機応変に対応していかないといけないわけですけどこの上の子孫債を把握するパターンというのは標準消費量というのを2種類計算しないといけないと。 この一番内側の標準消費量っていうのは標準的な子孫の発生と標準的な減損の発生を前提とした標準消費量で今回完成品50個作るときに標準的に子孫が何個出るかっていうと10%が正常子孫率ですから50個に10%を掛け算した5個が正常な子孫次品の数なんですね。個の内訳として 正常子孫っていうのが5個で異常子孫っていうのが残り5個というのが内訳として求まりますね。正常常孫孫と異常子孫が5個ずつですよとでこの子孫債っていうのを計算する場合っていうのは完成品50個と正常子孫5個の合計 55個製造するのに標準的に何キロの材料を必要とするのかっていうのを求めていきますのでこの1個あたりは10キロの材料を標準的に必要とするんで10キロ ×55 個で550キロというのがまず一番内側の標準消費量として求まると。で次に真ん中に挟んでいく標準消費量はこれは 実際の子孫ベースの標準消費量っていうのを計算するんで、まあ、実際の子孫でなおかつ標準的な減存の発生を前提とした標準消費量ですから完成品50個に子孫次品10個を加えた合計60個に対して1個当たりの標準的な消費量1 0キロを掛け算した6 0 0キロっていうのがこの間に挟んでいく数値ということになりこの両者の差を取ってあげればこれが子孫債と呼ばれるものになりますよと。 まあ、まさにこの数字設定だとつかみやすいのかなと思うんですけどこの子孫債っていうのが異常な子孫に対する材料の消費の金額ですね異常子孫に対する直,直接材料費っていうのを表していることが分かりますね異常子孫5個に対する直接材料費ですね5個かけることの200円かけることの 10kg ですねこれで10万1万円っていう金額が求まりますんでね、はい 異常損に対する直接材料費を子孫債という形で捉えていると。で、さらに残りの実際消費量とのズレっていうのは、これは想定よりも多くの減損が生じたことを意味しているので、この65キロ分の不利債っていうのは、減損債と呼ばれるものになりますね。ここのまあ呼び方はいろいろあります あの普通にその他の数量債とかって呼ぶこともありますしあるいは「ぶどまり債」っていう表現で表すこともありますしこの辺りの表現は問題作成者によって違ってくるところなんで、まあ、何を意味しているのかっていうのはこのね数値の計算過程で確認をしてもらうといいのかなと思います。これが子孫債を把握するタイプの分析。 で次に子孫債を把握しない場合っていうのはこの異常子孫に対する直接材料費先ほど子孫債っていう形で求めましたけどこれをまあ標準的な直接材料費として12万円っていうふうに含めていってもう子孫債ではなく異常子孫という形で1万円っていうのを捉えていきましょうと。まあ、この12万の万中には まあ、異常子孫の直接材料費ですね、直材と。まあ、これを1万円含んでると。異常子孫に対する直接材料費を1万円含んでますよと。まあ、ただ、それだけの違いですね。 まあ以上がこの子孫の債計算に関するお話ですね。で次の2番今度はぶどまり配合債分析について取り扱っていますがぶどまり、あ、配合債分析でこれも具体的な数字設定を見ながら確認していきたいと思いますけどまず話の前提として完成品1 0キロを作るのに A 材料と B 材料以下の配合表に従って投入すると。 A 材料は1キロ2 0 0円 B 材料は1キロ1 0 0円でそれぞれ標準的に6キロずつ投下することによって完成品1 0キロが出来上がっていきますよと1 2キロの材料を投入して完成品1 0キロを標準的に作ることができますよという状況ですで今生産データとして完成品が5 0 0キロ、原則が1 5 0キロありましたよと 実際の材料の消費量は A 材料2 6 0キロ、b 材料3 9 0キロだったという、まあ、このような状況ですね。でこの時ブドマリ配合剤分析やっていくと、まあ、A 材料と B 材料に分けてね基本的にやっていくわけですが次の9ページですね。 この標準消費量材料別に計算できるかどうかを確認してほしいんですがこの完成品5 0 0キロを作るのに標準的に何キロの材料がかかるのかっていうのを考えてあげれば1 0キロの完成品を作るのに1 2キロの原材料が標準的にかかるわけですから5 0 0キロに対して1 0キロ分の1 2キロを掛け算してあげた6 0 0キロっていうのが標準的な材料の 消費量ってことこになります600キロでその6 0 0キロの内訳として標準的な配合の割合っていうのを想定すると A 材料と B 材料はこれ1対1の割合ってことになりますんで6 0 0キロを半分ずつ A と B に割り振っていけばこれは3 0 0キロずつがそれぞれ一番内側に記載される標準的な消費量として求まりますよと。 で次にこちら真ん中に挟んでいく数値これは実際のぶどまりでなおかつ標準配合割合を前提とした標準消費量だったんでこれは実際に投入された原材料ですね A と B の合計260たす390の合計で6 5 0キロ材料を実際には投下していると、まあ、これが実際のぶどまりを、ね、反映した数値になっていて6 5 0キロ分の材料を投下したときに 本来標準的に A と B は何キロずつ含まれるはずだったのかっていうのを考えれば650キロに二分の一ずつ掛け算すれば325キロっていうのをそれぞれ求めることができますよと、まあ、標準的な配合割合掛け算してあげればいいだけですねだからここの真ん中に挟む数値っていうのは絶対難しくなりようがないんですよ。ここはもう材料の合計に対して、 標準的な配合割合掛け算すれば求まるわけですから本試験でも絶対にこの配合債の部分っていうのはすぐに計算することができるのでここ白紙っていうのは絶対やってはいけないんですよ必ずこの部分っていうのは一瞬で回答できるんですぐに答えにいくっていうのはあの心がけてもらうといいのかなと思いますこれはもう担当でも論文でもそうですね配合債の計算はねこれはもう一瞬で回答終わりますから でもあとはね、原材料別にこういったぶどまり債配合債っていうのを計算していけばいいわけですがこのまあぶどまり債と配合債ですね一応原材料別に求めているわけですけども本試験では両者の合計金額っていうのが問われることもあると A 材料のぶどまり債とか B 材料のぶどまり債ではなくて A と B のぶどまり債の合計とかが問われることもありますけど。 その場合っていうのはわざわざこういうねあのボックスを書いていかなくてももっと簡単に一番下にまとめていますけどこういう計算で回答することができますね。この単価150円かけ6 0 0キロマイナス6 5 0キロですね。1キロあたりの荷重平均の標準価格っていうのを設定してあげてこの150円に。 標準的な材料の消費量が先ほど求めたとおり6 0 0キロで実際の材料の消費量が6 5 0キロですから、まあ、5 0キロ分のこの無駄な材料の消費っていうところを金額に換算してあげれば7500円の不利債であることがね一気に計算することができるので、まあ、ぶどまり債はこういうふうに全体の金額をピンポイントで求めてあげるのがより手っ取り早いですね。はい でちなみにこれ注意していただきたいんですけどあの1回担当の本試験でダミーデータ与えられてたことがあってここの10キロとここの1800円これを割り算して1キロ当たり180円っていうのが求まりますけど。 1800円割ることの1 0キロで1キロ1 8 0円でこういう数値が、ね、あの問題文に書かれていたんですねこれ単純に完成品1キロあたりの材料費を示しているだけなんでこれ自体は荷重平均の標準価格でではないんですね、まあ、ちょっと×してこれは WP と加、まあ、重平均の標準価格のことを表してますけど。 これ WP を表しているわけではないと。荷重平均標準価格というのはここの1,800円割る1 2キロ、これで150円というのが求まるのでここで求めていかないといけませんからこれは単なる完成品1キロあたりが負担する減損費も含めた材料費を示すにすぎませんね。はい 材料の純粋な1キロ当たりの果汁平均値を表すものではありませんよと、まあ、この点はちょっと注意をしてもらえればなと思いますね。これ掛け算してしてままううとね全然違う答えになりますからであとはまあ確認していただきたいこととしてはこのまとめのところに書いていますけどぶどまり彩っていうのは必ずサイの符号が一致するんでね原材料間で 符号が変わることはありませんから、必ず片方が不利債だったら、もう片方も不利債になりますね。まあ、結局歩留まり債っていうのは。全体でマイナス五十キロ生じていて。この全体で生じたマイナス五十キロの無駄遣いっていうのを。標準的な配合割合で各材料に割り振ってるだけですから。 マイナス5 0キロに2分の1を掛け算してマイナス2 5キロずつのぶどまり債っていうのを両者で分け合ってるだけですからねだからもう全体の標準消費量と実際の消費量との差がマイナスになってるんだったら原材料の、まあ、これ各ねぶどまり債も絶対に不利債ということになりますからここの符号が原材料間で変わることはないですよとで反対に配合債はこれ原材料間で必ず符号が変わってくると 片方が有利債だったらもうう片方は必ず不利債ということになりますねここの符号は絶対変わりますよと。どちらも実際の消費量6 5 0キロっていうのを前提としていて配合債っていうのはこの真ん中の数字と一番外側の数値の差をとってるわけですけど A 材料が これは6 5キロ分のプラスになっていて B 材料は6 5キロ分のマイナスになっているということなんで A の代わりに B 材料6 5キロ多く投下したんだってことを表してますね。だから A 材料については200円× 6 5キロで1万3000円の有利債 B 材料は100円× 6 5キロでス6 5 0 0円の不利債というのが求まり合計は6,500円の有利債というふうに求まりますねでこの配合債も合計金額が問われることがありますけど合計の金額が問われるだけだったらねわざわざこんなあの原材料ごとに計算しなくても この各原材料の価格差に着目してこういうふうに一気に計算することができますね。単価200円マイナス100円かけることの6 5キロと、まあ、これで6,500円という全体の金額を求めることができると。まあ結局配合債っていうのは A 材料の代わりに B 材料を投入したことによって まあいくら経済的な影響が出たのかっていうのを捉えてるわけですから A 材料と B 材料の価格差っていうのは1キロ1 0 0円の差があって高い材料の代わりに安い材料っていうのを 65kg 投下した経済的影響は6,500円だというふうに計算をしてるんですね。意味が分かってればねあのこういうピンポイントの計算も可能となりますんであの確認をしていただくといいのかなと思います。 であとは2番のところに過重平均標準価格を用いた、ね、あの配合債の別の計算方法というのを表しているんですが、まあ、こちらについては、ね、あのまた各自で確認をしておいていただいて、まあ、本試験では出る可能性が極めて低いので、ね、一応入門期とかにも学習された方が多いかと思いますけども、まあざっと復習がてら見といてください。で次のページ 今度がより実践的な問題ななってきますよりまあ実践的な問題であのさっきのね数字設定だと月初仕掛か,かり品とか月末仕掛か,かり品っていうのがないことを前提にしていたんですけど今度は月初とか月末がある場合どうなるのっていうのを見ていきます。 この標準配合表っていうのは先ほどの説明と全く一緒で生産データが先とは違います。月初が360当月が2400原五560月末600完成品1600で,で原損の発生点をこれ今度はハテにしていて、まあ、ここを争点にしていろんなパターンを見ていこうと。まあ、原五5 6 0キロ出ていますけどこれが工程の 終点で発生する場合が丸の1番50%時点で発生すると考えるのが丸の2番そして丸の3番が20%時点っていうふうに減損、まあの発生ポイントっていうのをずらしています。で減損の発生点が変わると。 何が変わってくるのかっていうとこれは正常な工程の終点でまず原損が出る場合というのは完成品のみから原損が生じることになりますんで、まあ、この1 6 0 0キロの完成品をベースにして正常な原損の数を求めていくとこの標準配合表を見た時に。 完成品1 0キロ作るのに標準的に減損が2キロ出るという状態なんで1 6 0 0キロの減損あ完成品作ろうと思ったら1 0キロ分の2キロを掛け算してあげて3 2 0キロっていうのが正常な減損の数量として求まります。完成品がが正常減損がで月末仕掛か,かり品の数量600月初が360。 対借の差を取ってあげれば2160っていうのが当月投入の数量として算定できます。まあこれが標準的な当月の投入数量ということになりますね。でこの2160キロっていうのを原材料別に割り振っていく際に標準的な配合割合1 2分の1っていうのを掛け算していけば A 材料が180キロ、B 材料が180キロっていうふうに求めることができますよと。 もうここのね一番内側の SQ の計算ですねこれがちゃんとできるかどうかが結局この論点ではねポイントになってくるので2160キロっていうここの計算ね確認をしてくださいもう後のね真ん中に挟む数値とかっていうのはこれはもう簡単ですからさっきも言った通り当月の実際の材料の消費量は2400キロなんで この二千四百キロに標準的な配合割合二分の一を掛け算すれば、A 材料 B 材料それぞれ二分の一で千二百キロずつ負担することになりますと。間に挟んでいく標準消費量千二百キロの計算は簡単ですね。で、今度は減損の発生点が工程の五十パーセント時点の場合、何が変わってくるかというと、今度月末仕掛かか品が 減損の発生点を通過することになります月末仕掛り品も減損が減損発生させた後ってことになりますね。だから正常減損を計算するときに完成品だけではなく月末仕掛り品もカウントしていく必要性がありますので完成品1600と月末600キロの合計2200キロに対して10キロ分の2キロっていう正常減損率を掛け算して 4 4 0キロという正常減損を求めることになりますキロこの正常減損の発生を前提として当月の標準的な消費量2 2 8 0キロっていうのを求めることができますよと、まあ、これをまた A 材料と B 材料に標準的な配合割合前提として割り振っていけばいいですよと。 まあこれが五十パーセント時点で減損が出た場合ですね。で最後が二十パーセント時点で減損が出た場合、この丸の二番と何が変わってくるかっていうと、二十パーセントの時点で減損が出ているということは、月初仕掛かか品は当月四十パーからスタートですから。 当月において減損の発生点を通過していないということになりますので。完成品千六百キロから月初しかかり完成分三百六十キロを除いた部分が。当月減損の発生点を通過したんだと考えることができます。したがって。千六百キロから月初除いて月末加えてあげた数量に。 正常減損率1 0ロ分の2キロを掛け算すれば正常減損が3 6 8キロと計算することができるのでこれを前提に当月の標準的な消費量を求めればこちらの2 2 0 8キロというのが求まりますよとまあこういうふうにちょっとパターン学習をしていただければね整理もしやすいのかなと思います。まあ、結局 減損の発生点がどこなのかによって正常減損が変わるだけで、まあ、それによってブドマリ債の金額は1から3のパターンでそれぞれ金額は変わってきますけど配合債の金額なんかは変わりようがないんですよもう必ず配合債の金額っていうのは実際の材料の消費量を前提に計算することになりますんで1から3のパターンで変わるところはありませんよというところもね一つ見ておいていただくといいのかなと思います。 まあこれがより実践的なケースですね、月初や月末、仕掛かり品が存在する場合と。で、次の12ページ、今度は労務費の再分析ということで、まあ、労働、ぶどまり債、労働能率債、人員構成債と。 まあこの時間債を3つの債に分けていく、まあ、この計算ができれば、基本何でも対応できるかと思いますので、まあ、このケースで労務費の再分析は抑えてもらえればなと思うんですけど、また数字設定見ていくと、基準生産量900キロ、まあ、完成品900キロ作るのに、原材料1100キロ標準的に投入し、工程の50%時点において減損が200キロ発生しますよと。でこので 9 0 0キロの完成品を作るのに標準的な作業時間は100時間かかりますよっていうのが今データとして示されていると。で注意していただきたいのはこれは50%時点で減損が発生するのでこの減損の換算量っていうのは1 0 0キロですね 100kg。100 200kg×50% で減損の加工換算量は1 0 0キロと。 だから完成品9 0 0キロとこの原損の加工換算量1 0 0キロ合わせた1 0 0 0キロ分の加工作業を施すのにトータルで100時間の作業時間が標準的に必要となるんだと、まあ、そう読み取ることができるのでこれ100時間割ることの1 0 0 0キロこれで0.1時間っていうのが1キロあたりの純粋な 標準作業時間として求めることができますね100時間割ることの1 0 0 0キロ材料1キロを投入してそれを終点まで加工するのに0.1時間標準的にかかるとこれが標準的な作業能率を前提とした時間なんですよ。で今ね次の2つ目の資料。 製品の実際生産量9 0 0 0キロで原料の投入量は1万 200kg 仕掛かり品がないというちょっと基本的な状況を想定していますけどこの完成品9 0 0 0キロで原料の投入量1万2 0 0キロということはまあ実際に1 2 0 0キロの減損が生じていることになります。でそもそもねこの9 0 0 0キロの完成品を作るのに 標準的に何キロの材料を必要とするのかって考えてあげれば9,000キロに対して900キロ分の1,100キロを掛け算してあげた1万1,000キロの材料を投入する必要性があると。標準的な減損の発生を前提とすれば1,100キロの原材料を入れる必要性があってでこの1,100キロ投下すれば完成品900キロ。 50%時点で減損が2 0 0 0出てくるというね、まあ、そういう状況になりますけどこの減損2 0 0 0っていうのは換算量に直せば1000キロですね減損2 0 0 0の換算量っていうのは1 0 0 0なんで完成品9 0 0 0と減損の換算量1 0 0 0の合計1万キロ分の加工っていうのが完成品を9 0 0 0作る上では必要なんですよね。 完成品9 0 0 0キロ作るのに1万キロ分の加工作業っていうのをしなければいけないんだと。でその1万キロ加工するのに1キロ0 1時間標準的にかかるわけですから1万キロかける0 1時間で1,000時間っていうのが標準的な作業時間の合計時間として求まります。その1,000時間っていうのを陳率の異なる A さんと B さんに割り振っていくだけなんで。 標準的な構成割合0.6と0.4を1,000時間に掛け算してあげた600時間と400時間っていうのがこのボックスの一番内側に取っていく標準的な作業時間ということになりますね。まあ、ちょっとややこしいんですけどね50%時点で減損が出ることを前提にしていかなければいけないので完成品9 0 0 0キロ作るためには1万1 0 0 0キロの材料を投入する必要性があるわけですが。 途中で出てくる2 0 0 0キロの減損に対する換算量は1 0 0 0キロだっていう前提で完成品9 0 0 0キロと減損の換算量1万キロ分1 0 0 0キロ合計の1万キロ分の加工をするのに何時間標準的にかかるかっていうと1,000時間かかりますよとそれを A さんと B さんで割り振ってるだけですね。はい、で今度2つ目のこの標準作業時間としては。 これは実際の減損を前提としたなおかつ標準的な作業能率で標準的な構成割合を前提とした標準作業時間なんでこちらの実際の減損を前提とすると1万2 0 0 k ロ減量を投下していると1万2 0 0 k ロ減量を投下して1 2 0 0 k ロが減損になっているわけですからこの1 2 0 0 k ロの減損の換算量っていうのは6 0 0キロってことになりますんで この9600キロ分の加工作業を当月は行ったとということになりますキロ分の加工を当月は行ったんだと。でそれに対して標準的な作業能率を前提とすると1キロ0.1時間の作業時間がかかるわけですからこの9600キロに対して0.1時間を掛け算した960時間が標準的な作業時間ってことになりまして。 この960時間を0.6と0.4掛け算して A と B に割り振っていけば576時間と384時間っていうのを求めることができますよと。はい、もうとにもかくにもここの計算が基本この論点だとできるかっていうところですねこの先ほど求めた600と400とこの576時間と384時間ここの計算がポイントになってきますね。 であとこの隣の数値648と432時間はさっきも言った通りねこれはあの原材料の配合債の計算と全く容量は一緒なんで、まあ、人員構成債っていうのは原材料費の分析でいうところの配合債に相当するところなんでここはもう真っ先に計算しなければいけないところですこの全体の作業時間の合計1080時間っていう時間に対して 標準的な構成割合の0.6と0.4を掛け算すればこちら648時間と432時間っていうのが求まりますのでこの時間と実際の作業時間の差を取れば人員構成債っていうのが簡単に求まりますから、まあ、ここはもうね一番初めに計算すべきところとなりますね絶対白紙にしてはいけないところです。 でちなみにこの労働ぶどまり債っていうのを先ほど計算しましたけどこの労働ぶどまり債ののの符号っていうのはこれ必ず一致します A さんが有利債だったら B さんも必ずこれは有利債ってことになりますね。まあ、結局この時間差っていうのは。 異常な減損。に対ししててかかった時間を表してるんですよ異常な減損、まあ、今回の場合はね、まあ、異常減損の逆って感じですけど正常な減損の発生量よりも実際の減損は少なかったって状況なんでね正常な減損っていうのが2 0 0 0キロだったのに対して実際の減損っていうのは1 2 0 0キロですから8 0 0キロ分。 正常な減減損損よりも実際の減損は少なかったんですよで、その8 0 0キロ減損が少なく済んだことによる作業時間の減少を A さんと B さんで割り振ってるだけですねこれは8 0 0キロ減損の発生量っていうのが少なくなったすなわち50%掛け算してあげた完成品4 0 0キロ相当の加工作業をなくすことができたんですよ完成品4 0 0キロ相当の 加工作業っていうのはなくすことができましたよとでそれを時間に換算すると1キロ加工するのに0.1時間なわけですから40時間浮かせることができたんですよ全体で40時間全体で浮かせることができましたよと、まあ、ちょっと書きましょうかね、えっと、この正常な減損っていうのが2 0 0 0キロ で実際の減損っていうのがこれが1200キロだからまあ800キロ本来ね発生する予定だった減損が出なかったと800キロぶどまりが良かったことによってね材料の節約とともに労働時間の節約もすることができたと、まあ、これ 50%時点で生じるわけですから50%掛け算してあげれば完成品4 0 0ロ分の加工作業を減らすことができたんだと。でここに標準的な作業時間1キロ当たり0.1時間っていうのを乗じてあげればこの。 ぶどまりが良かったことによって節約することができた時間っていうのを計算することができてそれが40時間と40時間ですね2 0 0 0ける五1 2 0 0ント× 5 0 × 0 1時間で40時間っていうのを求めることができでこの40時間に対して 標準的な構成割合、A が 0.6B が0.4っていうのを掛け算すれば、まあ、A の短縮できた時間がこれ24時間ですね。B の節約できた時間がこれが16時間ということになりますから単に全体40時間の材料のぶどまりが良かったことによる作業時間の短縮っていうのを A と B で割り振ってるだけなんですね。 だから各ね、行員ごとに計算された労働不泊まり債っていうのは必ず同じ符号になりますよと。で、さらには労働能率債っていうのもこれも必ず同じ符号になりますね。A が不利債だったら B も不利債になります。 A が不利債だったら B も不利債になりますよと。婚姻、まあ、間でここの納立債の符号が変わることはないで最後の人為構成債が配合債と一緒なんでここが符号が変わりますよと。 まあこの辺は規則性がありますからね。 一応農立祭の部分も書いておきましょうかね、えっとまあ能力差異の部分も結局は全体の作業時間ですね1080時間でで標準的な作業時間っていうのがこれが実際の部泊まりっていうのを前提とすると9600キロ、まあ、この9000キロに対して減損の1200キロ50%掛け算した。 9600キロ分の加工作業というのを当月に行っていて、まあ、これに0.1時間というのを掛け算した時間と、これと1080時間、まあ、これ、かっこいらないか、まあ、かっこいらないんですけど、まあ、これ計算してもらうと、120時間のマイナスとして求めることができます、120時間のマイナスですね。 上が部泊まりでこっちが労働能率帯ですね、まあ、全体のこれは時間を示しているとで単にこのマイナス1 2 0時間っていう全体の不利な作業能率を表す、ね、時間これを A さんと B さんに標準的な配合の割合で あ標準的な人員の構成割合で割り振ったのが各行員ごとの労働能率債ということになるので120時間に対して0.6を掛け算すればここが72時間になってますねマイナス72時間120時間に対して0.4掛け算してあげたここがマイナス48時間になっているので。 単に全体の不利な作業能率を表しているこのマイナス120時間っていう時間を標準的な人員構成の割合で A と B に割り振っていけばここの差を求めることができるという話なんですね。はいまあ、ちょっとややこしいところはあるのかなと思うんですが、まあ、この辺はねあの数字の意味合いを理解する上でこういう計算をやってみるっていうのはすごく有益なのかなと思いますのでいろいろ試行錯誤しながらね見直しの方を進めてみてくださいはい。 でも次の13ページの内容はおまけなんでもうちょっと時間もないので各自で見ておいてください。まあ,あんまり気にする必要性はないちょっとマニアックなテーマを取り扱っているのでただまあ担当では出ないと思うんですけど、まあ、論文のことを考えると、ね、出てきてもおかしくないのかなとは思うので、まあ、論文受験予定の方は、ね、あの見ておいていただいてもいいのかとは思います。はい、であとまあ15ページの内容も過去に論文で。 出されたことがあるテーマなんですけどもうちょっと時間がないので今日は見れなかったんですがまたまあ,あの帰り際ね確認をしておいていただければなと思います。はい それではね、ちょうど時間になりましたので、すみません、ちょっと延長しちゃいましたけども、あのこれで管理会計については以上となりますので、まあ、ぜひねあの、このレジュメに掲載されている、まあ、各計算のパターンですね、確認していただければ、一通り本試験で出てくる計算問題も対応できるのかなと思いますので、あのいい復習教材になるかと思いますから、ぜひ見直しを進めてみてください。はいまあ、それでは、管理会計については以上となりますので、何かご質問等ありましたらお声がけください。それでは、お疲れ様でした。